EJ 型エンジンとは、スバルが製造していた水平対向4、気筒ガソリンエンジンの系列である。EA 型エンジンの後継機種として開発された。本校ではスバルアルシオネ SVX に搭載された発展バージョンである EG33、水平対向6気筒エンジンも便宜上、記述する。EA 型エンジンがクランクシャフトを支持するベアリングが3つであったのに対して、 EJ 型エンジンでは5つとなり高出力化へと対応した。しかし、このためにクランクシャフト長が伸び、ボアピッチが広くなっている。ボア拡大により排気量を大幅に上げることが可能となったが、実際の性能との関連によらず、ショートストロークのために低回転域のトルクが細いと評されることが多い。直径の先祖となる EA 型エンジンと、 同じく水冷方式を採用し、コンパクトネスを重視したために隣接するシリンダー管が比較的狭く、クランクシャフトは薄いウェブ、大きなクランクピンマイナスジャーナルのオーバーラップを持つ形状をしており、俗にカミソリクランクと呼ばれることもある。切れ角を伴うフロントタイヤ間に搭載されるため、横幅へのサイズ的要求もあり、ストロークをあまり大きくすることはできず、 ショートストロークビッグボアなプロフィールを持つ。一般的なエンジンにあるメインベアリングキャップは存在せず対抗するシリンダーブロックがこれを兼ねるため支持剛性は高いものとなる。開放口は下側のオイルパン取り付け部のみである。左右シリンダーブロックはクランクシャフト軸にて分割され、一般的なエンジンにおけるハーフスカート形状をしており、ボルト結合されている。 この構造により、コンロットキャップをシリンダーブロック内で分離することが困難であり、コンロットマイナスピストンを一体でシリンダーから抜くことは難しいため、シリンダーブロックの前後にはピストンピンの脱着を行うサービスホールが設けられている。分解、組み立ての際にはここを通してピストンとコンロットを分離し、コンロットはクランクシャフトに組み付いた状態で脱着する。 同弁機構は、サイチェー、DOHC で、タイミングベルトを開始クランクシャフトより駆動されるが、左右バンクを一本で駆動するため非常に長いベルトを採用している。バルブ自体の駆動方法は年式によって変わり、特に DOHC では、内転指示型ロッカーアーム駆動に始まり、ダイレクトプッシュ式に変わってからも、HLA による自動弁隙間調整機構付けから、 アウタシム調整式、インナシム調整式と変更され、近年では、同弁系の軽量化と、精度向上、部品点数削減のためバルブリフタが弁、隙間調整用のシムを兼ねるタイプが標準となった。スバル L15 を参照。スバル EJ20 を参照。スバルアルシオーネ SVX の専用エンジンとして、設計された水平対向6気筒エンジン。ブロックは、 EJ22 に2気筒を追加して6気筒とし、シリンダーヘッドとバルブトレーンには、新設計の強角 DOHC が採用された。EG36 の登場までの間、スバルブランドの市販エンジンでは、最大排気量だった。スバルも開発に参加していた、ドームのジオットキャスピタに搭載する構想もあったが、実現しなかった。ありがとうございます。